UA は大阪府出身の日本の女性歌手。四児の母で俳優の村上虹郎は長男。アーティスト名の UA は本人が考えた。島香織という本名は着物を着て歌っていそうなイメージを喚起させるのでもっと記号的な名前がいいのではないかと事務所のスタッフに言われて辞書やいろいろな本の中から探し出したもの。スワヒリ語で花と 殺すという生命力あふれる存在と生命の終わりを意味する不思議な二面性に惹かれ、本人がこの名前を選んだ。ソウル、ジャズ、レゲエ、ラブ、エレクトロ、民族音楽など、多種多様な音楽を取り込み、ジャンルにとらわれない幅広いナンバーをものにする例と、野生味を兼ね備えた、ボーカル、そしてエキゾティックで、個性的なルックスで、デビュー当時から注目を集める。 浅井健一と結成したバンドアジコのボーカリスト、NHK 教育テレビ番組、現役テレ、ドレミのテレビで同様などをオリジナルのアレンジで歌う、歌のお姉さん、ウーアとして活動したほか、映画、水の女、大日本人にも出演し、女優としても活動している。学生時代は、イギリスの映画監督、デレク・ジャーマンをはじめオルタナティブな作品に魅せられて、 自分でも8ミリフィルムで映像作品を作っており、映像の仕事に就きたいと考えて、専門学校で学んだこともあった。2005年より田舎で能的暮らしを実践。現在はカナダ在住。4人の子供の母親でもある。幼少期に70、80年代の歌謡曲に魅了される。ザ・スターリン、ゼルダ、戸川淳等を聴いて学生時代を過ごす。 ジャニス・ジョップリンやアレサ・フランクリンといった個性的なシンガーに影響を受け歌手になることを決意。最も影響を受けた洋楽女性アーティストはビョーク。シックスシングルにパティ・スミスのカバー曲が収録されているが本人からチベタンボールをもらうなど交流がある。美術系の大学でグラフィックデザインを学んでデザイン系の会社に一旦就職する。しかし、 映像の仕事に就こうと思い、学び直すために学習を稼ごうと、大阪の新地にあるジャズクラブでアルバイトを始める。当初は、人前で歌ったことはなかったが、徐々に生伴奏で自分でも歌うようになる。その後、東京で1年間映像の勉強をするが、再び大阪に戻って、クラブで働き始める。そこで歌っていたところをスカウトされ、デビューすることになる。 1995年6月、藤原博士、浅本博文のプロデュースのもと、ビクターのスピーザターレコーズレーベルより、シングル、ホライズンでソロシンガーとしてデビューする。1996年6月に発売された、ホースシングル、情熱が大ヒットし、全国的に認知度が高まる。10月、浅本博文、大沢慎一、青柳拓司、竹村信和。 コバなどが手掛けたファーストアルバム11をリリース。クラブミュージックをベースに民族音楽のテイストも盛り込まれたサウンドは90万枚を超える大ヒットを記録する。1996年、俳優の村上敦史と結婚。1997年、後に俳優となる長男、虹郎を出産。1998年、FMJ ウェーブ、カピバラレストランの 番組ナレーションを始める。1999年、富士ロックフェスティバル99のグリーンステージに初の日本人女性アーティストとして出演。2000年、ブランキー JET シティを解散した、浅井健一とロックバンドアジコを結成。2001年、全国ツアー。2001年アジコの旅の後、活動を停止する。2002年7月、 初めて作曲を手掛けたシングル先行リリース。10月初主演映画水の女が公開。2003年4月から NHK 教育テレビドレミのテレビにウーアとしてレギュラー出演。その楽曲は小学校1、2年生向けの音楽教育プログラムやレクリエーションでも使用された。同年映画サラソウジュの音楽を担当する。 2004年3月、フィフスアルバム、サンと番組、ドレミのテレビで歌った、同様、愛称化20曲を集めた、アルバム、歌うわをリリース。学校の教材としても使われる。2005年6月、デビュー10周年を迎える。8月、ライジングサンロックフェスティバル2005にて4年ぶりの、ライブを行うフィッシュマンズのゲストボーカルを務める。10月公開の映画、 空中庭園に、主題歌、この坂道の途中で、を提供。2006年7月、サックスプレイヤー菊池成吉と組んで、スタンダードジャズアルバム、キュア・ジャズをリリース。8月、村上敦史と離婚。2007年5月公開の映画、赤い文化住宅のウィンゴに、主題歌、ムーアを提供。6月、ダウンタウン松本人志初監督作品、大日本人に出演。 2008年8月、第二子となる長女を、出産、9月に、長谷川美夫サムソンと再婚。10から11月度の NHK、みんなの歌に、クリコーダーカルテットとのコラボレート作品、ポッポルイーズが起用される。2009年7月、富士ロックフェスティバル0級の、グリーンステージに出演。8月、スイートラブシャワー2009に、フィッシュマンズ、UA として、 フィッシュマンズと参加。一よ限りのライブを行う。2010年6月、デビュー15周年を迎える。4月、初の公開ライブレコーディングアルバム、ハルトライブ、6月、カバーアルバム、カバーをリリース。9月25日、三観の神奈川県相模原市緑区にある自宅が全焼する。2011年4月、沖縄本島北部のヤンバルに移住。 8月には、第3子を出産した。2012年1月、友人らと福島第一原発事故による内部被爆など、食の安全を考える団体、ティダノワを設立し、3月10、11日に、名護市の21世紀の森公園で、東日本大震災被災者応援イベント、ティダノワ祭りを行った。11月17日公開の映画、 その夜の侍の主題歌として、星影の象形をカバーして歌う。2013年6月、香港のアーティストゲイバードさんと香港で3日間のパフォーマンスを行う。2014年4月、菊池成吉さんと8年ぶりとなるライブ、キュアージャズレユニオンに遊泳、菊池成吉を行う。同年が秋、カナダの島に家族と共に移住する。2015年6月、 デビュー20周年を迎える。7月29日にリリースされた低東話のアルバム、キュートにゲスト参加し、収録曲、サウンドオブミュージック・ウィズ・ユーエーを歌う。2016年5月、7年ぶりのオリジナルアルバム、ヤポーをリリース。ハローハッピー・ジャポネシアツアー開催。2017年9月、朝日新聞デジタル &W にて、野村由里との往復書簡。 暮らしの音連載開始。2018年5月、京都アルファーステーションにて、レギュラー開始。2019年9月、10月、私あわツアー開催。2020年6月21日、デビュー25周年を迎えた。9月、山形ビエンナーレ2 0 2 2出演。10月、シネマキャラバン、プレイウィズザー,アースに参加。2025年6月、 デビュー30周年を迎える FM 京都アルファーステーションフラッグラジオレギュラー担当。奇数月毎週金曜日21時22時。朝日新聞デジタル &W コラム暮らしの音連載中。ありがとうございます。